こんにちは、ライゾマティクス斉藤です。多分ライゾマって聞くと、大体ライブエンターテインメントとかあとテクノロジーを使った演出とか、そういうこと、想起させると思いますが、広告とかですね、なんですが、今日話す、内容は、今僕たちがやっていること、僕個人もやっていることがものすごい広がってます。なので今のイントロダクションにも、あったように、東京をどう考えるかとか、もしくは都市開発をどう考えるかみたいなところまで今ライゾマはいろんな業務をさせていただいてます。で、東京の写真ありますが、今先ほど長谷部区長からもありました通り、東京はどんどん変わってます。特に2020年に向けて渋谷もそうですし、他の、東京のいろんな街が変わり始めていると。でそれっていうのは、古いものを壊し新しいものを建てるっていうのもそうですし、古いものを残しそれをリノベーションして新しいものを作るっていう発想もあります。で僕自身は、葉山に、神奈川の葉山に住んでるんですけど、僕が会社をやってるのはそこの恵比寿でやっていて、毎日1時間2時間かけて、葉山から、東京に来るんですけど、いつも高速乗ってって東京を見るとなんかおかしいなと思うんですよね。でなんかおかしいなっていうのは、僕自身これはもうセンスとして感じるもんなんですけど、東京がこのままだと面白くなくなるんじゃないかと思ってると。でその面白くなくなるんじゃないかっていうのは何でかっていうと、新しい街がバン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 立って、で商業主義的に、同じようなコンテンツがいろんな街にできていくと。でそうなると最終的には東京がなんか大きなデパートになるというか、要は今までって秋葉原だったら電気街とか、良くも悪くもいろんな文化だったのに、結局その文化が消えてしまって、それが塗り替えられてしまうんではないかっていうのを、個人的にすごく感じてます。で、こういう図がですね、一昔前超複雑系みたいな話で、よく語られてたんですけど、僕が思ってるのは今の産業構造、それっていうのは業界的な構造がだいぶ変わってきたと思ってまして、これは特にインターネットが、もしくはテクノロジーが発展したからこそ、今まで全く関係ないと思っていた業界が実はものすごい関係があると、いうのが見えてきたと思うんですね。でこの複雑系っていうのは、もちろん60年代にも80年代にも、2000年代にも語られてきたんですけど、その構造が、しっかりと見えてきたのは僕ここ数年で、これからもっともっと、全く違う業界が関係があるっていうのが、見えてくることになると思います。で今日お話しするのはそういう全く違ったところ、例えばモビリティと街づくりとか、例えばですね、ちょっと書いてみたんですけど ICO と、地方創生とか、例えば、道を作ることっていうのと、全く違う例えばライフスタイルとか、もしくは、未来のテクノロジーとか、実は全然違う業界で起こってたことが、ものすごい関係性を持っていると、いうところがこれから顕著に見れると思うんです。でその時に今日の、テッドのイントロでもあったような一番最初に踊り出す人で、この人たちは一体誰なのかと、僕はすごく思っていて、で僕が思っているのが、一人のクリエイティブとして、僕自身が、ものを作っている人間で、何か、考えて、ゼロからものを作る人間ですよね。でいや僕はクリエイティブじゃないよっていう人は多分この中には絶対いなくて、誰しもがものを作ることができる、もしくは何かを考えて想像することができる、絶対そうだと思うんですよ。で僕は一人のクリエイティブとして、このアクション、一番最初に踊り出すような人になろうと、思って今混同してます。で実際に今うちが僕自身が関わっている、仕事をちょっとプロットしてみました。でよく知られているのは多分ライブエンターテインメントとかコンテンツとか作品展示とかなんですけど、例えば企業さんの商品開発、最近だと自動折りたたみ機、洗濯折りたたみ機とか、セブンドリバーさんのやつに関わらせていただいたり、ジーンズさんのメガネの中にセンサーを入れたものとかっていうのもうちも協業させていただいてます。で、その他に、行政と一緒にやるようなプロジェクト、例えば万博であるとか、そういうものも一緒にやってますし、
その他に今万博の招致もやっていますし、あとは震災復興みたいなこともやらせていただいています。なので一番最初は広告コンテンツ制作からなぜ今都市開発みたいなもので広がったのかと、でその発想をちょっとご紹介します。で僕自身が一クリエイティブとしていつも活動してるじゃないですか。で活動する中で実はいろんな人と話す機会があるんですね。A 社さん、例えばディベロッパーさん、B 社さん、車のメーカーさん、C 社さん、飲料メーカーさんで、 D 省さん、例えば経済産業省、E 団体っていうのは何か NPO で団体の活動を起こしている方で、 FC っていうのはその町の、ものすごい力を持っている方とか、そういう方々といろいろ話す機会があって、多分皆さんもそうだと思うんですけど、日々の中でいろんな話を聞くこと、もしくは、もちろん超機密事項なことを仕事、として聞く場合があると思うんです。でもちろんその NDA を、結んで、いる情報に関しては他の人に言うことできないじゃないですか。ただ頭の中で、自分の頭の中で全部あるわけですね。あ、この街がこうなるんだとか、このメーカーさんはこういうものを作るんだとか、例えば新しいモビリティを2020年に出そうとしてるんだとか、そういうことが頭の中にあるんであれば、一そのいろんな情報を持っている人間として、それを何らかしらの方法で多分伝えていかなきゃいけないですね。でどうしても、いやその情報っていうのはこの仕事のためだけに使うから他には使えないっていうんですけど、それはそれでその通りなんですが、でも情報が入ってるからこそ、何か我々クリエイティブ、ものを作れる人間がアクションをすると、実はいろんなものが変わっていくんじゃないかというふうに思ってます。でそれをいろんな情報を持ったからこそ、じゃあ次のアクションをしてみると、もしかしたら東京が少しでも良くなるんではないかと、というふうに思ってます。で特に、僕は今中心的に、集中してコンテンツを、いろんなものを実験的に作らせていただいているのが、渋谷で、エッジオブにも関わらせていただいてて、さっきの長谷部区長、はじめ、渋谷区の皆さんともいろんなものを作っていると。でそういうものをちょっと、ご紹介させていただいてます。で、その考え方の前提にですね、僕が持っているものが、捨て駒っていう、考え方で、捨て駒って何かっていう と、僕は別に政治的な背景もないし、何か大きな企業をやってるわけでもないので、僕のスタンスとしては、正直にあるべきものを、あるべき形で何か表現する、もしくは実行するように、政治的な背景なしで全部正直に言ってるんですね。なのでもしかしたら2年後に、僕が消されてるかもしれませんが、その時は、あ、ライズマの斉藤さんなんか地雷を踏んでしまったんだなと、思ってください。ただ、それは国に対しても行政に対してもメーカーさんに対しても、あなたの会社はこういうことをやるべきだとか、あなたの町はこういうことをすべきだみたいなことを正直にいつも話してます。なので、皆さんもね、その失うものは多いかもしれないですけど、実は捨て駒って、言って働いてるんですけど、捨てられたことがまだ一回もないので、できるだけ正直に、いろんなことを言ってみると、変わらなかった、変わらないと思ってた業界、例えば能の業界とかも、前も、なんだ、例えば映像を使ったりそういうような表現を使った、伝統文化みたいな表現ってできないんですかって言ったら、能の方々はいやいやできますよと、でただ皆さんそれは無理だと思って、その提案もくれないんですっておっしゃってたんですね。なので捨て駒的発想でどん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 作っていくと、実は面白いものが、どんどん生まれると思ってます。でまず一つ目、例としてお話をさせていただけ、お話をさせていただくのが、3D マップ、3D 都市マップですね。で僕の発想として、渋谷もはじめ、渋谷なので谷なので、もともとは谷なんですね。で一番下に川が流れていて、でに特に日本は、すごい地形の、影響が多くて、地形がすごいバリエーションに富んでいるからこそ、こういう町が、できたり都市ができたりしてるんですけど、なので、本当は、地図って今の時代は3次元のはずなのに、
なぜ今もまだ二次元の、地図を使っているのかと、そういう疑問を、持ちまして、で僕なんかが始めたのが、まあ、これは経済産業省とやった 3D セル 3D シティエクスペリエンスラボっていう、まあ、プロジェクトを立ち上げて、なぜ3次元で地図を作れないのかっていうのを、探求したんですね。でラボなんで、その、まあ、3D の地図を作るっていうところも一つ目的になってるんですけど、それに、それを作るための障害って何だろうと、例えばドローンを飛ばすことができないとか、権利を持っている人たちが多すぎてその承認が取れないとか、その問題を全部洗い出して、このプロジェクトを作りました。ちょっと映像を見ていただきます。これどこか分かりますか？これ実は渋谷の地下街なんですね。で実は渋谷の地下街って、スキャンをしようと思った人がたくさんいるんです。でなんですが、それがなかなかできなかったと。でそれなぜかというと、東急さんがお持ちのところ、東京メトロさんがお持ちのところ、 JR さんがお持ちのところ、地上は国土交通省なので、ものすごい許可が取るのが大変 で許可が取るのが大変だと皆さん、結構事前に諦めるんですね。で僕がやったのは、まあ、その時は東京メトロさん と、東急さん、あと国の方、一緒に、全部見て回って、であの渋谷歩いていただくと分かると思うんですけど、上に、東京メトロとか渋谷とか、あのごめん、東急とかっていうのが書いてあるんですね。で実は床のタイルも、メトロと東急で違ったりするんです。で非常に複雑なのを、僕たちとしては、じゃあこれいろんな人に聞かれるのが、何でやったんですかって言われるんですけど、何がその、経済のためなのか、もしくはコンテンツのためなのか、いろいろありますけど、何にせよ僕たちが見たいものを作りたいと、言うからこそこれを作ってみた、ものでございます。で将来的には、実は 3D スキャンのものっていうのは、まあ、当たり前のようにあると、例えば渋谷の地下がどれだけ複雑になっているのか、じゃあ道案内にも使えるかもしれないですし、その中を物流のドローンが飛ばす、ようなこともできますかもしれないし、できるかもしれないし、あとは何にせよこういうようなコンテンツとして、まあ、将来的に VR とか AR とか MR とか、そういうものにも使えるんじゃないかなと思ってます。でもう一つの、事例として IoT オブシングズって、まあ、消えゆくものの IoT 化って言っているプロジェクトがあって、まあ、インターネットオブシングズオブシングズなんで、要は物、物理的にあるものの、データベース化することで実は新しいコンテンツができるっていうものですね。で、1964東京 VR っていう、一般社団法人を立てて、これあの日テレの、T 部長ってあの金髪の、それこそ電波少年を作ったあの部長と、一緒にやってるプロジェクトなんですけど、これは東急さん、あとは、長谷部区長にも、ご協力いただいて、何をやってるかというです、ちょっと見ていただければ分かると思います。The lights of the city. You were there with your friend.
with your family, with your life. このプロジェクト自体が、去年の10月から始まったんですが、皆さん見て分かりの通り1964年の写真を、押し入れに入っている写真を集めて、それを集めることで実は3点測量の、この、ものを3つの、視点から見ると実はこれが3次元化できるんですね。フォトグラメトリーというもので、いろいろ集めた写真を使って渋谷1964年の渋谷を3次元で再現しようと、いうプロジェクトをやっております。実際に映像の最後に出てきたのが今3次元で表現されているものですね。でこれもなぜやったのかっていうと僕たちが見たいからです。で、これも、ブルーオーシャンのプロジェクトで 走っているので、競合排除とか例えば A 社さんが入ってた B 社さんが入れないみたいなこと、もしくは新聞社が、いくつも入ってちゃダメみたいなことはなく、誰でも入れるように一般社団法人を、作って、展開をしています。で僕が、ものすごいそのいろんなアクション、いろんな情報が入ってきてるからこそ、自分でアクションすることで、一人目の踊る人になろうと、というふうに思っているのが、よくデザインシンキングっていうその考え方の話は出てくると思うんですけど、僕はもう今考えてる暇はないと思ってるんですね。考えるよりも、まずはアクションしていこうと。で失敗してもいいんです。別に失敗なんてつきものなんで、今 PDCA とかって言われてますけど、まずはアクションを起こしていくことで実はいろんなものが変わり始めると。でアクションを起こさないと、例えばビルだったら知らないうちにもう立っちゃってるんで、できるだけ皆さんいろんな情報を持ってる方、それ皆さんだと思うんですけど、できるだけアクションを起こして自分が見たいもの、もしくは世の中でこうあるべきものっていうのをどん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 作って、いってもらえたらなと思ってます。で、もちろん2020年に向けて、もしくは25年の、大阪の万博今招致してますけどに向けていろんなものが変わり始めてます。で何にせよやっぱり人間が街の中で全てのものでの中心なので、我々、自分たち一人一人が思うものっていうのをアクションを通してより良い世界を作っていけるといいなと思っております。ありがとうございました。